で、私はむしろ映画よりもファスト映画の方が優れてると思うんですね。ファスト教養、ファスト、映画に飛びついてる人は芥川賞なんですよ。ということは堀本健は芥川龍之介だってことですね。そうですね。で、あの実は、パゲタさんって映画好きですよね。はい、好きですね。最近、最近というかちょっと前にファスト映画って問題になりましたけど、はい、どうお考えですか？いや、僕は基本あんまネタバレとかは見ないようにするので、正直、見ないから個人的にはあんまり影響はないかなとは思ってるんですけど、作り手側の気持ちになったら面白くはないわなっていうのは思ってます。うんうんうん、なるほど。で、ファスト映画は作り手側にとっては、悪というか良くないことでっていうことですかね。そうですね。でもちょっと今思い返して見てみたら、それきっかけで 見ようっていうふうに思っている人もいるんだとしたら、全然興行的には OK なのかなっていうふうにも思いますね。ということはファスト映画は世の中に蔓延しても、その利益が出るのならば OK ってことですかね。難しいところですけど、いいんじゃないっていうぐらいですかね。それは私と意見同じですね。で、私はむしろ映画よりもファスト映画の方が優れてると思うんですね。ほうほう。どう言いますか？映画ってその2時間とか、3時間かかるわけじゃないですか。そうですね。それをその10分にまとめてくれるんだったら、現代人 の、私たちにとってお得じゃないですか。確かにそういう意見もありましたね、あの当時。やっぱりそのタイムパフォーマンスとか大事ですし、むしろその映画によって2時間その時間を損失しているのならば、10分間の損失で済むそのファスト映画の方が良くないですか。なるほど。ちょっと僕の意見と映画好き、僕の映画の好きっていうのは割とちょっとねじ曲がっているタイプなんで、申し訳ないんですけど、結構いろんなところでバレてるんですけど、僕クソ映画が好きで、なぜかって言ったら時間を無駄に過ぎる感覚を得られるからっていうことなので、むしろ映画見る上であんまタイムパフォーマンスとかは僕はあんま重視はしてないタイプっていうなんですけど、でも一般論からしたら確かに2時間とか3時間、長いやつだと愛のむき出しが4時間ぐらいあったかな、確か。そのシオンさんの監督の作品ですけど、あれが4時間ぐらいあったんで、さすがにそれは無理だよっていう人にとっては、やっぱ10分でその内容を見れて、その分見たやつと同じような刺激を受けれるんだったら、お得ですよ。じゃあさらにその次の段階として、ファスト教養も同じ理屈が言えませんか？ファスト教養だってその普通の教養だったら、何年何十年とまだまだにといけないわけですけども、これって時間の無駄じゃないですか。もしその何年何十年もかかるようなその教養を、その数日もしくは数時間で学びがつけられるのであれば、もちろん専門家にとってはそれは良くないことかもしれないですけども、その一般人にとってはいいことじゃないですか。なるほど、なるほど。ちょっと今違うなって思ったのは、むしろ僕専門家ほどファスト教養っぽくのはよくやってるかなっていうイメージがあって、要は文献、当時論文が発表された、そうするじゃないか、何かしらの結果で、その人って結局何年もかけてからいろんな検証もしたりとか、分析とかコード書いたりとかした結果、出てくるのが例えば10枚ぐらいの A4 の論文だとすると、でも他の研究者の方って既存の論文をいっぱい読んだ中で、それをガチャガチャ組み合わせた上でさらに新しい知見を得るってことをやるんで、そうなるとその論文たった1読むだけ、多分30分ぐらいで済むと思うんですけど、それだけで他の書いた人の7年分の教養っていうのが身につけるっていうんだったら、一番やってるのはむしろ学者の人たちかなっていう気が今してで、ファスト教養の恩恵を一番受けてるのは学者っていうような意見をなんとなく僕は今持ってます。なるほど。つまりファスト教養は否定されがちですが、はい、実はそういう専門家スペシャリストの方が、その実はファストの恩恵を受けてるんじゃないかっていう話ですかね。僕はむしろそういう感じですね。研究
M2 とかやってた論文読んでる時とかもうこんなんやってられねえなって思ったような論文いくつもあったので。じゃあファストは最高ってことでいいですか。教養についてはそうですね。なんかということは菊池寛と同じ理論ですね。誰や知らん名前が出てきた。で今回実はですねそのパゲタさんが割とこうファストに関してこう肯定的な意見を投げてくれたんで興味深く聞いてたんですけども、はい、まあその一般的にはファストってまあ、否定されることも多いじゃないですか。そうですね、はい、ただ結構その、ファストの歴史を遡っていったら実は100年前から同じことが言われてたんです、うん、でこれをその、うん、言ってたのが菊池寛っていう、うん、実は小説家なんですけども、これは聞き覚えないですかね。ごめんなさい全く覚えがないですね、うん、その学校によっては中学校でその形っていうその小短編小説を読まされたりしたかもしれないんですけどもまあマイナーっちゃマイナーなんですね、はい、ただこの人がまあ現代で一番こう功績というかこう何を残してるかって言ったら実は芥川賞を作った人なんですよ。芥川賞って芥川さんが作ったわけじゃないんだっていうのは。でもそれってめっちゃ傲慢じゃないですか。芥川龍之介が、はい、いや俺は偉いから俺みたいなその賞を作るみたいなんてめっちゃ傲慢じゃないですか。あなんでなんか鼻につく賞だなっていうのはずっと思ったんですけど。いや実はちゃいますよ。大抵のというより文学賞は、まあ、その人が死んでから、はいまあ、その、作家の講演会とかであったりその、うんまあ、作家を支持する団体がまあ、その作家にちなんで賞を授けるみたいなのが割と一般的ですね。へえ。そして芥川龍之介もその菊池寛は芥川龍之介のまあマブダチだったわけなんですね。だからただ芥川龍之介はその自殺しちゃったのでこうかなり早い段階で30代35ぐらいですね。あそんな若かったんですね。うん。それをその忍んで、芥川賞っていうのを作ったわけです。あそういう経緯ですね。で、そのまあ芥川賞って、まあその文学に特に興味がなくても、まあノーベル賞と芥川賞は、うん、まあなんとなく名前聞くじゃないですか。そうですね。だからまあ芥川賞を作ったっていうのは、こう戦後、だから我々にとってのその文学にかなり大きな影響を残してるわけなんですけども。はい。だからその菊池寛芥川賞を作った人がタイムパフォーマンスについて実は語ってたわけなんですね。もう100年も前から。そうです。だから大正時代ですね、まあ、芥川龍之介がそもそも活躍したのが、うん、大正時代で菊池寛も同じ時代の人なんですけども、うんはい、短編の極北っていうその随筆の中でそのタイムパフォーマンスについてめちゃくちゃ語っています。極北っていうのは極める北とか。そうですね、極めるに北の極北ですね、はい、もうだから短編の極み、はいはい、まあだからタイトルからしてこうちょっと短編褒めてきそうやなっていう随筆なんですけども。ああなるほど。でその人がどんなこと言ってたのかっていうと、まあ、まずその現代人、あ100年前の人にとってのその現代ですね、現代人はとても忙しい、うん、はい、だから長編小説なんて読んでる暇はねえだろう、はい、むしろその短編読めと。でそういうことを言った後にこう決め台詞こんなことを言ってます、はい、そのまんま引用しますね、はい、退屈な200枚も300枚もの長編によって読者の忍耐を不当に要求するよりも短編小説の方がたとえ愚策であっても読者にそうした被害を及ばさないだけでも勝っているって言ってるんですよ。なるほど。だからその短編小説の方がこうタイムパフォーマンス、その時間を、うん、節約できるから長編よりもすげえぜってことを菊池寛が言ってたわけなんですね。だからそれを考えるのならば、そのファスト映画とかファスト教養に飛びつく人は、まあ、菊池寛と同じ思想を持っているはずじゃないですか。まあ確かに、うん、そして菊池寛は芥川賞を作ったわけじゃないですか、はい、ということはファスト教養ファスト、映画に飛びついてる人は芥川賞なんですよ、はい、いやなんかその日のおかしくねっていう思いましたけど、てかよくよく考えてみればちょっとすみません話それるんですけど、芥川賞って、はい、そもそも何っていうのが僕分かってないなっていうのがあって、直木賞が、
処女作限定でしたっけ。あ、それは、どちらかというと逆ですね。逆なんです。で、直木賞も菊池寛が実は作ってるんですけども。すごいな。はい。だから、直木賞はどちらかというと、こう、その一般、まあ、大衆文学ですね。うん、だから、エンタメ要素とかもこう盛り込んだ。そして、うん、どちらかというと、こう、中堅の作家が取ることが多いです。もうデビュー間もない新人というよりは、こうキャリアを積んで、まあ、ある程度こうネームバリューのある作家が取ることが多いですね。で、芥川賞は逆に純文学で新人の作家が取ることが多いですね。あ、なるほど。まあ、これも歴史を遡ったらそうじゃないことも多いんですけど、もう21世紀に入ってからはそうであることがほとんどですね。はいはい。あ、了解。それが芥川賞なんかタイパーこう重視の人っていうのがいまいちなんかつながんねえなって気はしますけど、まあ過言系かなっていう。まあ、そんな感じで、その菊池寛が、まあ、今回そのまあポイントとしては、そのタイムパフォーマンスを重視したことを言ってた、うん、っていうことを言って、はい、まあ、そこから過言としてこうタイムパフォーマンスを重視してたら、うん、芥川賞ものじゃないかっていう話を、まあ、過言としてしたわけですけども、あ、まあ、ただもちろん今まだ釈然としないところが残ってるっていうのは、はい、その通りで、じゃあその短編の極北っていうその菊池寛がその、うん、書いた随筆はなぜ書かれたのかっていうのを押さえておきたい、うん、そうするとそのタイムパフォーマンス、なぜその重視するようになったのかっていうのがちょっと分かってくるんですけども、うん、おお、面白そう。はい。で、そもそも短編小説ってその歴史的に見ると長編小説よりも劣っているって長屋で思われてたんですよ、実は。へえ、あ、そうなんですね。あんまりもう現代日本だとそんなこと全くないと思うんですけども、うん、そもそも小説といえば長編っていうのが当たり前だった。これが西洋では長い間続いてたんですね。へ、はい、あ、そうなんですね。で、その短編っていうのは、あ、もちろん短い話っていうのはありましたが、それがこう作品として認められることはなくて、うんうん、まあ、短編集というか、こうまとめられて初めて一個の作品として、うん、まあ、認められることが多かった。なるほどね。で、その調べてて面白かったのが、その OED ですね、オックスフォード大辞典、はいはい、あれでそのショートストーリー、つまり短編小説が、うん、辞書に初めて載ったのが1930年のことらしいんですよ。え、もうだからまあ例えば100年ちょっとギリ100年ちょっと前ぐらいが、そうです、ね、初めて、そうです。だから短編っていう概念自体がその評価され始めたのが本当にこうこの100年ちょっとなんですね、うんうん、でそのなぜ認められ始めたかって言ったら、その雑誌、うん、メディアで短編小説、長編だったら載せられないけれども短編だったら載せられるよ、うん、みたいな感じでこう短編の載るスペースが生まれたので、それでその短編がかなり評価され始めた。あ、なるほど。なんか新聞の左上にあるなんか4コマ漫画みたいなノリで最初ついてたってイメージなんですかね。もうそうですね、新聞であれば新聞小説って割と今も載ってると思うんですけど、4コマとは別に。僕新聞小説ってものがあることを初めて知りました。あ、ほんまですか。はい、有名なんだったら夏目漱石とかって実は朝日新聞と契約して、そのもともと大学で教授として教える傍ら、うん、こう趣味で小説書いてたのがこう職業作家として変わったんですけど、これは新聞で連載始めたって感じなんですね。あ、そうなんですね。で、そんなわけでそのメディアの発達によってこう短編が注目を浴びるようになった。で、それに伴ってこう短編のうまい短編の書き手っていうのが続々と生まれ始めて、それでそのエドガー・アラン・ポーっていうその短編の怪奇小説とか書いてた人ですね。その人が短編の方が長編よりもいいじゃんっていうのを理論として言ってたんですね。へえ、あ、なんか推理小説って長ければ長いほどなんか書きやすいってイメージがありましたけど、この人はまあそうです、そのエドガー・アラン・ポーってその名前聞いたら分かる通り、エドガー・アラン・ポーのこう、はい、まあ、名前の元ネタになってたりだとか、はい、まあ、コガネムシとかその推理小説として有名だったりするんですけど、
まあ、どちらかというとその短編とかこう詩とかですね、かなりこうジャンルとしては幅広く書いてた人で、でその中でその短編の方が素晴らしいって言ってて、まあそのじゃ あのなぜそんなことを言ってたんかって言ったら、長編っていうのは当たり前ですけど、こう読むのってその1日で読み切るのってまあ至難の業じゃないですか。そうですね、まあ、物理的にその24時間で読み切れるかって言ったら微妙なところありますし、何日かに分けてこう、うん、あの読むっていうのがあの、はいはい、まあ、長編小説の読み方だと思うんですけど、短編小説っていうのは逆にまあ1日、数時間あれば読めるじゃないですか。そうですね。でそこがあの芸術的に優れているって言ったんですね、短編の方が。おで、どういうことかって言ったら、その当然小説を、エドガー・アラン・ポーはその芸術だと考えてました。で、芸術だからこう、作品のさまざまなところも、一文一行を、まあ、その一語に至るところまでこう作者は気合を入れて作ってると。はいはい、で長編っていうのはその読んでいく中でこうそれが読者としても散漫になってしまうし、うんうん、その書き手としてもまあ油断したところが出てきてしまうと。はいはい、つまり長編っていうのは、まあ、完全な長編小説っていうのはまあ、ありえないだろう。一方で短編っていうのは、まあ、その短いからこそもう隅々までこう目をこう気を配って書いていくことができるだろうと。だから短編小説で完璧っていうのは物理的にありえると。うん、確かに。だからその長編なんてお前らも書くな、短編の方がいいぜっていうことを、まあ、ちょっとこれはある程度意訳ですけども、そういった旨のことを言ったんですね。うん、ああなるほど。わ、なんか今刺さりまくっていて今ちょっとびっくりしてるんですけど。あ、どんなとこ刺さりました？いや、ちょうどですけど、僕たち一次選考、このリベンジの選考もで5分の動画作ったじゃないですか。はいはいはい、5分縛りっていうので、うんうんうん、で割とこれだけ好き勝手喋るメンバーからしたら5分なんてめちゃめちゃ短いですけど、あれにどれだけ情報量詰め込んで、かつ意外性のある構成も全部考えてっていうのを、結構多分普段の台本よりもみんな技巧をこなしていたなっていうのが、ちょっと今一時その5分動画のやつをちょっと思い浮かべてみたらなんか思ったんで、確かになんか短ければ短いほどその分ハードルが高くなる、技術的な。だからそういう意味ではまあ、玄人好みではあるんだろうけど優れてるなっていうのは少し今納得はしてます。うんうん、なるほど。我々実は実作者として、はい、短編のショートを作る中でエドガー・アラン・ポーに近づいてたわけですね。そうですね。なんかあーっていうのを今結構今感動してますね、僕の中で。で、まあそんな感じでその、まあ、短編小説の方がすごいっていう、まあ、言説が生まれたと。でこれを菊池寛は輸入したって言われてます。だからエドガー・アラン・ポーみたいなその短編の名手が短編の方がすげえって言うんなら、まあ、うちらも短編盛り上げていこうぜみたいな感じで、うん、言ってたわけなんですね。うん、そしてその短編の極北っていうのが書かれて、うん、で実際に日本の短編小説の黄金時代って実は100年前、大正時代なんですね。でまあ、これはもちろん明治昭和戦後平成短編小説のすごい作品は、まあ、たくさんありますが、うん、こう日本の文学史に残ってるこう作家としてはかなり大正時代がキーになっていて、はい、それこそ芥川龍之介って、まあ、実は芥川龍之介って短編の名手エドガー・アラン・ポーと同じ感じだったんですね。へえ、あ、そうなんですか。であったり、まあ、菊池寛自身も実は短編小説の名手でした。おお、すごい。で他にも、まあ今回時間ないので名前列挙するにとどめときますけど、まあ、森鴎外っていう明治の作家ですね。はいはい、わかります。でがかなりこう大正時代って油乗ってた時期なので、まあ、短編の、うん、傑作を生み出してました。とか、まあ、その川端康成、ノーベル文学賞を取った人ですね。 あの人は逆にこう、まあ、まだ若手新人の頃ですね、うん、とかであったり、うんうん、まあ、その夏目漱石の弟子の内田百県だったかな、ちょっと100に聞くって書いて、はい、読み方忘れましたけど、とかがいたりだとか、あと志賀直哉っていうその白樺派で、うん、その、まあ、有名になる人がいたりだとか、
そんなわけで、その大正時代でこう短編小説をあのめっちゃあの作ったぜって人が大正時代に生まれた。で、短編の曲北っていうのは、まあ、そうしたこう時代背景も、が後押ししてタイムパフォーマンスっていうのをまあ押し出した文章だったわけです。で、ここからまあ導き出されるのは何かって言ったら、はい、そのファスト映画とかファスト教養ってなぜ批判されるのかって言ったら、はいはい、単純にクオリティが低いからだと思うんですね。ああ、なるほどね。うん、もしもその今江戸川乱歩が言ったみたいに、そのファスト映画10分でギュッとこう尺を短くして、でその中でそのまあゆっくり解説、あのソフトークとかがもう一字一句に至るまで芸術的な言葉でもってその映画を要約したのならば誰も批判することができないと思うんですね。だから、あのもしそのそのファスト映画とかファスト教養にそのを作ってる人がいたとして、それでその批判を疎ましく感じているのならば、それはクオリティを上げていこうぜってことを、まあ、言っていきたいところですね。割とファスト映画とかファスト教養で結構倫理的な要素から否定されるなっていうのは思ったんですけど、平山さんの場合はもう堂々と真正面から面白くないっていうふうにぶった切ったっていうのが僕ちょっと今壺にはまっています。でその芥川龍之介も割と芸術至上主義というか、まあ、有名なところで地獄編っていうこれも短編小説があるんですけど、そのある絵描きの男がいて、まあ、炎がうまく描けないと、でじゃあどうするかって言ったら、自分の、妻と子供をこう燃やすんですよ。それでこうもう身が切られるような思いで持ってそれをこう眺めて、それでこうあまりにリアルな炎の絵を描き上げて、まあ、死ぬみたいな話だったと思うんですけど、まあそんなわけで、だからファスト映画作る人ももう倫理とか言ってられないですよ。もしその、そこの道に踏み込むのであれば燃やすべきですね、さまざまなものを。それでもってその炎上が、まあ、だから現代の芥川龍之介なわけですよね。そうですね、ガチで火あぶりにしたねと思う。そうです。だからその芥川龍之介100年前のこうタイムパフォーマンスの、支持者は、まあ、その妻子を燃やしたわけですが、現代の令和の芥川龍之介は自分が燃やされることによってその身でもってその芸術行為を表現していくっていうことですね。パッと具体的に何やったかって言われたら何にも思いつかないですけど、なんかワンチャンやってそうだなって人は一人いて、堀本さんって割とそういう系あるんじゃねえかっていう今気がしてます。なるほど。自分が燃えてることすらもなんかコンテンツにしてしやろうってみたいな、ああいう貪欲さみたいなのを感じます。ということは堀本健は芥川龍之介だってことですね。そうですね。あ、それで確かちょっと前 の, ツイートで、堀本健とあと水野、さんが、とある文学者の青年時代に似てるみたいなツイートがあって、で、堀本さんが芥川龍之介で、それで水野さんがその友達のちょっと名前忘れてしまったんですけども、まあ、丸顔でこう眼鏡かけて、芥川龍之介のお友達で、その人も結構極論を言うので有名だった人なんですけど、確かその、ドストエフスキーは大衆小説だみたいなことを言って、すごい極論を言って面白かった人で、名前ちょっとど忘れしちゃったんですけども、っていう裏付けがあるので、もうエビデンスですよねそれは。ということは、まあ、堀本健は現代 の, 芥川龍之介であり、自らが、まあ、炎上するタイムパフォーマンスの守護者であると、そうです、ね、そんな過言が言えるかもしれないですね。ちょっとその誰だったか調べてみていいですか。あ、いいですよ。あ、そうか、久米正男ですね。久米正男さん、で、まあ、この人 の, こう若かりし頃が、まあ、水野さんと似てて、で青年時代の芥川龍之介が堀本さんに似てるみたいな、まあ、そんな感じのツイートが流れてきて、で、久米正男も割と尖ったこと言ってる人だから、まあ、令和の文豪だなって思いました。とそんなわけで、今回話してきたことはタイムパフォーマンス、最高っていうことと、まあ、そういったことを100年前に伝えた菊池寛っていう小説家がいた
で、聞く時間は、うん、短編小説ですね。を、その、保護、うん、その良さをむしろ、ある意味逆張りとして言っていた。っていうことをお話ししてきました。で、実は、このお話ですが、はい、我々に、一番こう、なんていうんですか、縁遠いというか、うん、今、本来ならば作ってきた台本の、これ前半部分しか言えてないんです。つまり、一番タイムパフォーマンスを守らないといけないのは、まあ、我々だったというオチです。はい、というわけで、まあ、その、芥川龍之介から一番遠い、うん、私たちが、お送りしてきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。